はいどうもこんにちは、いいかねパレット代表の樋口で、こんにちは、社員の青柳です。はいどうもよろしくお願いします。2019年9月24日いいかねパレット通信始めます。始めます。さあよろしくお願いします。前回の放送は、まあ、今週あった出来事を話したんですけども、うん、まあ、今回は、まあ、今なんかいいかねパレットをご利用いただいて、まあ、どういうことをやってるのか実際館内で、うん、結構なんか定常的になんかイベント単発イベントというよりも、もう定常的に、うん、例えば毎週とか毎月とか使っていただいてることって結構あるんで、そうだね、なんかそういうのをまあお伝えして、うん、あじゃあ私だったら僕だったらこういうのに使ってみれるんじゃないかみたいなものがなんかこう皆さんがねこれを聞いて、うんうん、なんかイメージできればいいかなと思って、そうですね、そういうのを伝えていければなと。結構いろんなことをいいかねパレットでね、定常的にやってます。月々とか週で各週でとかでやってるんですけど、うん、どれからいこうかな。やっぱなんかこううちってなんか教室が使えますよとかスタジオが使えますよ、うんとか言っても、いや教室を使って何をやったらいいんやったっけみたいな、あ、まあ、そうだ私何ができるんやったっけみたいなことがあるんで、なんかそれのサンプルになればなっていう。あとね僕もねちょっと今日、樋口が月々というかよく定常的にやってる活動の中でよく知らないやつを入れてます。あ、なんですか、うん、まあまあちょっと楽しみ、それをまたから樋口に説明してもらおうと思ってるんで。あ、いいですよ、なんでもぜひぜひお楽しみにください。じゃあまず分かりやすいヨガ、はい、あヨガですね、ああこれいいですよ。クレイ先生っていう、はい、ヨガの先生がいて、はい、毎月ね第1、第3土曜日かな、うん、これ定期的にやってもらってるんですね。そうそうそう、土曜日に、はい、各週土曜というか、はい、にやってもらってるヨガ教室で、はい、でまあこれもう一般の方参加できるんで、うん、少しずつ生徒さんも増えてて、うん、今もう本当に多い時で十何名とか、あ教室に入ってみんなでヨガをやってます。そうそうそう、で場所はまあ言ったけど教室なんですよ、ね、うん、これは教室を使ってます。教室って言って分かるか、まあ本当にザ小学校の教室のもう何もない部屋が、うんうん、レンタルできるので、そう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 、そこを使ってそこにヨガマットをこうやってバーって床に敷いて、ね、そこでやってるんですよ、まあ、で僕も参加しましたよ一回。クレイ先生がまた美人やろ。そうもうね、いや、ま、たまにヨガ教室って何本か今まであったんやけど、まあ、今ずっと定期的にやってるのはクレイ先生なんやけど、うんうん、まあ、ヨガの先生って本当美人よね。あれやっぱなんやかね、まず肌ツヤがいいとか、チャクラじゃない、チャクラなんかチャクラ開いてんじゃんち思うぐらい本当に美のチャクラがそうそうそう、パカー開いちゃう、パカーって開いちゃうよねいやそれくらいだから本当綺麗なんで、まあ、先生がまた綺麗やから皆さん、あ、こういうスタイルの私もなりたいとか、こうやって体幹を鍛えたいとかいう感じで結構頑張ってやってる。それはでも本当に説得力あるよね。あるだってさ、ヨガ先生がさブックブック太ってさ、うん、スタイル最悪やったら説得力ないよ。本当よ次はわしの動きですみたいな言われても全然説得力ないってね。だきやっぱりジジイな、ジジイや、ジジイや、今のはデブデブだ、デブだ。いやだからまあ、すごくそれヨガは定期的にやってます。あですね、うん、僕も参加しましたけどこれめちゃくちゃ効くんで、もう体がねもうなんかね3日後ぐらいにバキバキになる。で1時間しかないのに降りてきた時みんな結構汗かいてる。みんな汗かいてるの、これほんと効くんで。コアヨガかな、コアマッスルとか、そういうのコアのヨガやってます。そうそうそうって感じですかね、うん、であとはまあそれに付随してというか近いところで言うと教室で、はい、これも毎週ほぼ毎週なんですけど、うん、夜に、地域のおばさま方、はいはいはい、教室にで、はい、健康体操っていう、はいはいはい、でそれはなんかこう音楽を流しながらこう体操をしたり、こう体操と踊りの中間というか、うんうんうん、そういうのでこう健康促進をやってる活動もあります、はいはい、有酸素運動をね音楽に合わせてやるっていう、うん、そう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 、ね、で体育館も使ってるんですけど、はい、夜にも1本やってるんで、うん、毎週その夜1本のやつ教室を、うちの教室でそのままやってるっていう感じですね、はい、それもすごく実はこの間そのおばさま方に聞いたんやけど、はい、全然一般参加だ。ああそうなんや。なんか地域の方々がやってるんですよ。で、うん、地域の人たちがやってるんで地域の人しか参加できないんかなと思ったんですけど、うん、全然一般参加 OK らしいです。へぜひぜひよければ、ぜひぜひ健康体操に興味がある方はぜひぜひ、うん、よろしくお願いします。はいはいはい、いいですね。で、それ以外で言うと、うん、あとはよく最近本当増えてきたのがドローン。いやドローン多いよね。
ドローン教室ですね、はい、あのたくさん教室があるんで、まあ、あのどこの教室とかは言わないですけど、うん、でもあのドローン教室はめちゃくちゃ増えてきてます、まあ、もちろんこれ運動場でやることもあれば体育館でやることもあれば教室でやることもあるよね。そういろんな場所でいろんな規模のドローンを飛ばす、うん、だから教室とかだったらそれも僕一回参加したことあるんですけども、本当になんか部屋の中室内用のこういうちっちゃいドローン、うん、であの iPhone で今操作できるんですよね、うんうんうん、すごいよね。それを室内で飛ばすっていう、なんか僕あのドローンなんか認定証みたいなのもらったもん。え、ドローン認定士なん、うん、はい、ドローン認定士なん、ドローナーです。いや次飛ばそうや次飛ばそうや、もったいないやん。俺なんかもらったよ。なんかあ、そうなんや。そういやでね、なんであのうちにね、これまあちょっと、まあ、半ば都市伝説なんかもしれんのけど、俺もその何のあれもないよ、根拠もないけど、なんでうちにドローンが本当に多いんですよ。めちゃくちゃ多いよ、ね、ドローンのお問い合わせ本当に多いんですよ、うち、ね、で、うん、まあ全然受け入れるんで、全然飛ば、あの皆さんやっていただくんですけど、教室とか、うん、あの訓練とかね、うん、トレーニングとかをで利用いただくんですけど、なんで多いか分かる？え、なんで、なんで多いか、うん、なんでうちにこんなに多いか。だって田川の中でもいい金やん、うん、まあそれ僕らの施設は楽しいところよ、うん、おしゃれだよ、うん、だけどその他にもドローン飛ばせるところあるはずやん、うん、けどなんでうちか分かる？いや分からん、単純にそう施設の許可が取りやすいとか。あ、正解。おお、正解してしまった。きっちり。もう説明することないんやけど、ね、いやもっとなんかなんでか分かるみたいな感じの時、そういう感じのじゃないと。シンプルに答えてくれた。シンプルに、シンプルに答え、頭いい、いやちょっと頭いい、きちもっとびっくりするような。でもねこれなんかあれらしいよ、あ、ドローン飛ばすのってルールが今めちゃくちゃ細かいんですよね。だからあの飛ばすときに許可書とかなんとかっているんで、他の施設さん、例えば、行政さんが管轄とかされてるから、けどうちって民間やん、で土地は広いやん、うん、でそあのうちがいいですよって言ったら別に飛ばしていいんやけど、うん、他のところって公的な施設の場合ってその飛ばす目的とかまでを全部出さんといけんらしいの。だから、福岡市内とかだと結構やっぱ都心になってきたから、うん、飛ばした時にあのいろんな事件とかトラブルがやっぱりあるんで、いろんな建物とか、うん、あのオフィスとかいろんな人方々がいらっしゃるから、うんうん、だからかといって誰もいない山で勝手に飛ばしてそれっていいんかどうかっていうのもちょっと曖昧やし、うんうん、でもここは僕らが要は運営責任で やりようから、うん、僕らが OK やったら飛ばしていいわけね、基本は。どこでもまあ言えばそれがものすごいいいんだって。なんかだっけ許可取りやすいってパッと言ったけど、他が想像したらめっちゃ許可取りにくいらしいよ。確かにそうか。要は広くて民間の施設が、空を要はなんていうの、空を持ってる施設があんまないんか。そう、空も飛べるはずの施設ね。あ、違う、飛べている飛べているわ、ごめん、カットしていやいやカットせいやもうカットしてカットせ。いやで、うん、あ、まあっていうことでドローンの教室は、うん、あのめちゃくちゃ多いです。で、あとは、他はね、あの今度はスタジオの話。はいはいはい、はい、うん、で音楽スタジオって、まあ、リハーサルとか、うん、まあ、いろんな使い方できるんですけど、うん、あのドラムレッスンもね最近始めて。そうそうそう、やってますよね。僕が一緒に、僕バンドやってるんですけど、うん、あのそのバンドのドラムの笹山くんっていう、うん、はいはいはい、ドラマーの子とかが、はいはいはい、あの子供向けにドラム教室をやったりしてて、うん、毎週月曜日に、うん、で最近はあの大人の方もちょっと教えるようになってきて、うんうんうん、毎週月曜日に今ドラムのレッスンもやってます。いやー、善治くん、ね、あのたまにあのパレットのインスタでもたまに出してるかな、うん、出す。いや、善治くんがね16ビート叩けるようになってきちゃうよ。え、できへん。いや、それ俺結構感動してさ、あれなんかこの間しかもあの、うん、笹山って、うん、笹山のこと笹山って言うんですけど、うん、笹山から言われたんやけど、うん、なんかすごいらしいよ、うん、あの今まであんまり力強く叩かんかったらしくて、うん、力強く叩いてみって言ったら、うん、もう普通にめちゃめちゃ叩けるようになってるんですよ。なんか12月ぐらいにあの善治くんの発表会を含めたイベントをやろうかっていう話が上がってる。やりたいよね、うん、いやなんですごいあの成長をこう見ていくのはね、なんかすごいよね。なんかすごいね、子供すげえなと思う。やっぱもう簡単に先生の笹山くんより上手くなるんじゃないかと僕は思ってます、うん、いやなってほしい。昨日笹山が言った僕なんてねもう全然ダメですよ。いやいや先生言ったらダメやろそれ子供の前で言ったらダメです。言った方がいいよお前、それ子供の前で言ったらダメぞっち。いや、なんか笹山やね。まあ、もそんな感じの親しみやすい先生で、ね、先生がやってます。なんでレッスンも、はい、あの増やしていきたいんで、レッスンに関しては、はい、音楽レッスンはまだ一回僕らが受け皿になってるんで、はい、あのもしあのレッスンご希望される方は、はい、ご連絡ください。はい。はい、で、それ以外にもあのこの間
第4回の時にちょっとだけ出てたあのおっぱい大好きなパタカラそのまま放送してしまった、そのまま放送してしまったおっぱい大好きなパタカラ先生も実はまあ弾き語りをやっているから、はい、弾き語りこうやりたいよとかいうあのお子さんにもギターレッスンやってたりするんで、各種あのドラムだけに限らずギターとか、まあ、鍵盤とかでもあのレッスンがやりたいよ、レッスン受けてみたいなっていう方は言っていただければ僕らの周りであの最適な先生をちゃんとご紹介して、はいはい、環境ありますのでぜひぜひ、はい、ぜひぜひお問い合わせください。お問い合わせください。あとは、たまにね英会話のレッスンとかも、はいはいはい、これはなんかあのそのいうチームでやってるレッスンとかをシェアライブラリーとかであの、はい、夜やってくれてたり、ちょっと最近はねあの少し減ってるけど今はあの一時期は めっちゃやってた、本当に毎週やってたから、はいはいはい、で英会話のレッスンとかもやってます、うんうん、あとはね、スタジオにそういえば関連することで言うと、はい、まあ、あの言わずもがな皆さんもご存知だと思いますけど、古典ラジオ、古典ラジオどうなんかな、古典ラジオがめちゃくちゃ面白いよね。いやこれすごいよね。俺いやこの間あのアクセス解析みたいなするんやけど、あ、うん、まず古典ラジオっていうのは、あ、そう、古典ラジオの説明からしようか。そう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 、あの僕が、まあ、始めたって言ったらあれですけど、僕とあと株式会社コテンさんっていう会社がありまして、うん、でその、代表の深井さんっていうのとあとヤンヤンさんっていう、まあ、これ中国人の方なんですけども、その3人で、まあ、毎週 1,2 本出しようかな、うんうん、毎週2本かな、毎週2本出してる、YouTube ラジオ、かつポッドキャストラジオ番組なんですけど、これのねテーマがまず歴史をテーマにしてるんですよ、うん、で今まで、テーマにしたのが、まあ、例えばキングダムとか吉田松陰とかから、うん、天皇、ね、宗教、ね、ヒトラーみたいな、あの要は結構そのテレビで扱いにくかったり結構みんなが話題にしにくいような歴史上のテーマをもうガンガン切り込んでいくっていう、うん、いやこれがなんとねあのポッドキャストと YouTube 合わせて合計総再生回数15万回を超えまして、いや何の宣伝よ、古典ラジオの宣伝やんか。いや私やってるんで、いやそっか、私っいや僕もね古典ラジオはもう大ファンで古典さん大ファンなんですけど、そうそうそう、めちゃくちゃ面白いよね、面白いよね、でその本当面白いよ、で古典ラジオの収録を、まあ、いろんなところでやってるんですけど、まあ、一応拠点はここはいいかねパレット、うん、拠点に毎回収録してるんですよね。だからヤンヤンさんとかその古典の深井さん、ヤンヤンさんとかが来るもんね、スタジオに来て、うん、ここですよね、うん、そういうことこのこ今日ここコントロールルームで収録してますけど、うん、このコントロールルームでラジオを収録して、うん、まあ、配信をしてるっていう感じです。そう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 、で大体まあ月に1回収録してたりとかするんですけども、うん、まあ、そのまあ古典ラジオもやってますし、あとはパタカラと一緒にやってるヒグパタラジオ、ね、うん、出たい出たい、俺ヒグパタラジオ出たい僕らも YouTube ラジオですね、うん、だったりとか、あと、九工大、九州工業大学の DTM 部の部長の山本、うんうん、山翔とか通称山翔、山本君っていうのがいるんですけど、と、が彼が、ブレイクコアっていう、まあ、その音楽のジャンルで結構その CD を出したりとか、うん、この間、ね、ヨーロッパにライブしに行ってるんですけど、すごいね、本当すごい、その彼と2人で、ラブラジオっていう、またこれも2人のトークラジオやってたりとか、うん、出たい、あ、いやいや、お前何でも出たい、それも出たい、何でも出たい、なんかもうコテンさん出させてもらったけどコテンさん僕も出てるんでよかったら聞いてください。そう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 、気さくな回です。いやなんかそんな感じでなんかいろんな、まあ、そのラジオ番組やってたりするんで、うん、まあ、ここ収録できるので、はい、なんかそういうのもなんかいろいろね、ぜひぜひ活用してもらいたいですね。そう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 、あ、そう、ここで古典ラジオさんの公開収録を、あ、そうやん、そう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 、ここいいかねパレットでそうやるんですよ。いやこれはもうね、あの、いや絶対来た方がいいですよ、絶対来てほしい。で今あのちょっと日程と時間を調整中なんですけども、9月26か27のどこか、そうね、で、いいかねパレットシェアライブラリーでやべえやりますんで、これはな、え、何話すか決まっとるの？もちろんっす。やっぱり見てー、これはいいですよ。そうそう、やべえ、そうそうをテーマに今回、そうそうか、はい、三国志のそうそう、意外、はい、まあ、30分ぐらいのちょっと短めの、まあ、ギュッとした感じになるんですけども、そうそうテーマをちょっとやっていきたい。いや本当に面白いんですよ、めちゃくちゃ面白いと思います。今もうね、まあ、本当古典さんの話ばっかりじゃないけど、うん、フランス革命か、今フランス革命がちょうど放送された、これまた面白いよね、フランス革命もめちゃくちゃ面白かった。またねこうテーマの選び方が絶妙、やっぱこうやって、まあ、いわゆる N 国の問題とかいろいろあるじゃないですか、うんうん、こうとか、なんか今こう体制に対して何かぶち壊そうとしている圧力がどん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 日本で高まってきてるっていうところで、このフランス革命のテーマ、いや面白いよね、はい、いやなんか今の時代だからこそ面白い、なんか似ているというか同じ要素を感じられる時もやれば、うん、なんか古典さんが継承みたいな鳴らしに来た時もあるやん、あるね、なんかこのテーマは
世の中に対しての継承やなみたいなテーマもあって、うん、いやもうものすごく面白いよねやっぱ普通に笑いありね、そうそうそう、笑いあり、ね、学びありで学びありで、うん、いや本当にね全ての授業がああいう先生でやってほしい、いや本当そう、あれはいくら面白いんで、まあその古典ラジオも聞いてください、ね、公開収録ねやりますんで、はい、ぜひぜひ、いっぱいやってますね、いやーイカレパレットいっぱいやってる。で、あとはね、あの俺が気になってるのはね、はいはいはい、朗読会って樋口さんのスケジュールに入ってるやつでよく、あーあ、いや朗読会じゃないですよこれは、え音読会、音読会、音読会、あ音読会か、あ音読会はな、あ音読会はあれね、あちょうどこれあるんやけど、うん、広報田川っていうね、田川が出してるこれがあるんですよ、うん、この見えるかな、これ広報田川、姿勢だよ、姿勢だよりかな、見えるかな、ちょっと暗いか、広報田川、姿勢だよりがあるんですよ、うん、でこれを要はその、目が見えない方向けに、うん、声で録音して音読をして、この広報田川冊子丸々1個分を全部音読して CD にして その方々に送ってるんですよ。めちゃくちゃいい活動しようやまあ僕がやってるわけじゃなくて、ひまわりっていうその、まあ、団体の市のその団体でやってるんですけども、そう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 、でそれに僕がメンバーとして毎回2ページぐらい読ませていただいてるっていうなんですよ。でこれめっちゃいい活動してる、ね、今は公開はされてないんですけど、これゆくゆく僕市に掛け合って、もうこれちょっと市の人見てます、これねいい活動してるんで、ね、今はまだ いい活動と思うよ。今はまだ CD にして送ってるだけなんで、うん、全然公開されてないので、でも僕これ結構需要あると思ってて、うん、要はその田川、いやまずねこの広報田川自体が結構田川の人見てると思うんですよ、うんうん、でこれなかなか見る時間はないけど、例えば移動の時間にちょっと聞きたいなとか、うん、そういう時に車の中で流せるじゃないですか。そうだね、そうポッドキャストとか YouTube とかにしとけば車の中で流せるんで、ね、この音読のやつをねぜひ公開しようという今動きを僕の中でちょっとやってるんで、あいやそれやろうやろう、そうそうそう、どんぐらいの尺なん、ちなみに全部姿勢だよ。うわこれ全部どんぐらいなのか、1時間ぐらいあるんかな、1時間ぐらいなるんじゃないか、いやもっとなるかもね、もっとなるかもしれん、うん、2ページで多分20分ぐらいなるんで、でもなんかね、うん、そうやって公開されたデータになればみんなが聞ける気ね、そう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 、外の町の方々も聞くことができるもんね、そうなんです、田川市ってこう今こういうことやってるんだとかいうのが分かるしね、うんうん、そう冒頭流し聞きとかもできるんで、なんめっちゃいい金髪なのにめっちゃいい活動しようや、めちゃくちゃありがたいんよ樋口はありがたい存在なんよ尊い気高い、いやちょっと待ってやばいやばい神化してきたやん、神化、いやすごいいい活動やね。まあでもねこれはねなんでやってるかっていうと、もちろんそのまあこれで何かねこう喜んでくれる人がおればいいなっていうのと、うん、あとはやっぱり分かりやすく言葉を人に伝えるっていう訓練をやらせてもらってるんで、なんか僕も勉強になってて、いやこれね、まあ、最近だって言って講演の仕事とかも増やしよう、ね、あそうそう喋りの仕事も今結構入れようよね、そうなんですよ、よろしくお願いします皆さん、はい、ぜひ、行きますんで、行きますんで、行きますんで、樋口行きますよ、樋口行きますいやこれね、いやこれまあちょっとあんまりこの話するのもあれなんだけど、うん、例えばね鉄道中ね、うん、普通に言うけど、はい、鉄道なのか鉄道なのか、うん、鉄道なのかっち、まあ鉄道やったらめっちゃわかるんやけど、うん、こういうのっち全部の単語にめっちゃあって、あでしかも、前後に例えば、何なんの文節の中に入ったらここは後ろを下げるんやけど、その後に続いたら後ろ上げるみたいな、へえあるんややっぱり、めちゃくちゃあるんよ、それ全部辞書になっちゃって、いやこれだからめちゃくちゃ奥が深い、これもね本当にちゃんとやってみないとわかんない。適正な発音ってこと、ね、適正な発音っていうのがあったりとか、すごいね、なんかね何でもねやってみて技術っていうのがあるなと思いますよ、面白い、いやそれはでも本当にいい活動やね、なんかなんかもっと知ってもらいたくなった俺は、はい、まあ今日知ってもらえたのか、はいまあ発信していきましょう、まあ、まあ、でじゃああとはね、そんな感じかな、そんな感じ、あとは僕ら、はい、実はそのもともと映像とか、うん、で樋口は音楽の制作会社やってましたし、はいはいはい、僕は映像の制作会社に勤めてたっていうこともあって、うん、地域に新しい産業を作るっていうのがもともと目標よね、うんうんうん、音楽を中心にして田川に今までなかった映像の制作のお仕事とか、うん、音楽の制作のお仕事っていうのを作りたいっていうのが、まあ、僕らのやってる、まあ、一つの取り組みなんですけど、はい、なんで僕ら受託の制作もねやって、ありがたいことにそのテレビ CM、まあ、福岡市の福岡県とか九州エリアに流れるテレビ CM を制作させてもらってたりとか、はいはい、全国のテレビ CM の音楽を作らせていただいたりとか、はい、そういう受託も受けてますんで、はい、
映像を作りたいとかいう方も、まあそれ別に CM に限らずと思うんですね、うん、会社紹介の映像を作りたいとか、イベントで映像を流したいとか、あそれに向けての音楽を作りたいとか、はい、あの自分オリジナルの曲を作りたいとかいうことがあれば、うん、ぜひ我々にご相談いただければと思います。でもっと言うと、お願いしたいっていう方ももちろん大募集なんですけども、映像を作って、要は自分がクリエイターとして映像や音楽を作りたいっていう方も大大大募集、うん、大募集大募集、はい、で実際、まあ今、僕が実際にやった仕事で言うと、例えばですよ、赤村っていうタワーにあるんですけど、うんうんうん、赤村のもうおいちゃんですよ、おいちゃんですよ、おいちゃんですよ、来てね来てね、ちょっとあんた、イカダパレットちゃん、あんた音楽できるって聞いたけど、あんたちょっと樋口さんちょっとおるっつって言われてああ自分ですっつって、あんたね、ちょっと私がね詩を書いてきたんやつ、うん、はい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 、で私詩を書いたんやけどね、この詩を書いた瞬間にねメロディーが降りてきたんや、で私も今歌えるんやけどね、これはちょっとね私が歌って CD にしちゃったんかねって言われて、ね、実際にそれを、まあ、僕ともう一人その今勉強中のね、うん、木村貴樹君といるんですけど、木村貴樹君と二人でその実際に音楽を作って、でそのレコーディングをして CD にしてっていうところまでやったりとか、うん、そういうのをしてるんですよ。だから頼みたい方も、作りたい方もそうやって僕ら両方サポートしますので、そう相談してもらえれば、はい、うん、そうそうそう、だから全然本当にもう何十万円何百万円の規模じゃなくても、うん、なんかこうやりたいよねとか、そういうのでも全然、うん、気軽にお声掛けいただければ何かね、うん、僕らでできることあると思いますので。いやあれ楽しかったね、めちゃくちゃ楽しかったですよね、うん、短歌を強んでね、うん、その短歌にメロディーをつけてそれのオケを作るってところから始まったもんね、そうそうそう、あれは面白かったな、レコーディングしてミックスしてっていう、ね、うん、CD に焼いてっていうそこまで全部やりました、ね、いや面白い、CD 制作とかも、はい、音源制作、なんかほら自分の、アーティストとしての CD 制作か、うんうん、とかいうのもまるっとお受けしてもしてるんで、はい、作品を作りたいとかいう方もぜひぜひ、僕らにご相談ください。そうね、デザインから、レコーディングから、うん、プレスから全部うちで、受け負いますので、はい、ますんでね、はい、いや結構いろんなことやるよね。やってますよ、まだまだ全然言えてないやつあるけどね。あ、俺あるある。あ、なんで最近よく恋愛相談受け最近僕めっちゃ恋愛相談受けてますなんかね、パレットに来る人たちからめっちゃ恋愛相談受けて割とうまくいってますいやこれこう見えて結構荒野が紹介した、なんちゅう、なんちゅうキューピッド、うん、そうになりがちなんですよ。いや結構な成就しちゃうやつ多いよね、うん、結婚僕なんか今年、去年と今年だけ、あ、まあ、そう今年だけで2組か、うん、結婚まで、うん、なんか人の恋愛ばっかり相談乗って人の恋愛ばっかりうまくいってるわ。ねえ、いやー頑張れ。いいな。いやちょっとやめて、なんか意味深やな。やめてや。いや意味深やわ。意味深。いやでも恋愛相談も全然受け付けてますんで。いやいいんじゃないですかそんなもん。ね、うん、いつも恋愛相談してください。はい、そんな感じですかね今日は。はいはい、ということでございまして、今後もインカネパレット通信よろしくお願いします、はい、YouTube の、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そうですね、いいねやコメント、SNS、フォロー、うん、SNS へのコメント全部全部大大大募集しておりますので、何でもいいよねコメントは、相談でもいいし、はい、こんなことやってほしいですでもいいし、はい、ということで、はい、何でも言ってください、こんな感じでよろしくお願いします、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。